はい、7月31日、7月末、静かですけど仮想通貨予報です。7月31日、10時50分ぐらいですかね、午前中になりますが、いつもの通りビットコインのチャートから見ていこうかと思うんですけれども、昨日なんか随分下落する局面があって、ちょっとヒヤッとしましたが、もうしっかり戻ってきたっていう感じになってですね、ちょっと1時間先に見てしまいましょう。何の動きだったんでしょうね、これは。まあ大きな売りが出たっていうことなんでしょうけど、もちろん。ここですね、ここ、ちょっとずるずる、ちょっとずつ下落してきて、抵抗体、雲の中に突入して、で、ここで大きな売りが出た85万5931まで売られたっていうところでありました。そこからまた戻して、は来たんですが、結局、1時間足ベースでの抵抗体は下抜けという形になってしまいました。で、このサポートにちょっと戻せないっていうところですんで、上昇としては一服っていうところなのかなと思います。で、もう一段また上がるってことであれば、また新たな何かきっかけを見つけないといけないのかなっていうところですね。で、そういう形で見ていくと、ちょっと持ち合いが続くのかっていうような形になってきました。多分、ちょっと、まあ、この辺の線は一旦消してしまいますが、まあ、サポート多分ここの、この前言っていたダブルトップの谷のところが一応ここサポートになっている89万7500円ぐらいでしたかっていうところが一応サポートになって跳ね返ってきているんだろうなっていうところではあるんですが、一旦消しますね。で、多分この辺をちょっとレジスタンスっぽくなってしまっていて、で、本当は多分、こう、三角持ち合いみたいなことなんだと思うんですが、ちょっとこの線が、ちょっとサポートの線をちょっとどう描くのか難しいところなんですけど、ひょっとしたら、こう、もう下落トレンド、下降トレンドに入ってるのかもしれないんですけどね。まあ、こういうちょっと右肩下がりの、三角持ち合いなのか、難しいところですけどね。まあ、いずれにせよ、たぶんちょっとこのレジスタンスが気になるなっていう感じになってしまったのがビットコインかなっていう、そんなところであります。まあ、なので、これはちょっとどっかで抜けるようでないと、ちょっとこの先、下落していくことを見ていかないといけないかなっていうところは、皆さん気をつけてください。でそんな動きにつられて、ちょっと他のアルトコイン、オルトコインも、ちょっとつられてちょっと安くなっているっていうところですね。ちょっとだけリップルも見ておきますが、まあ、やや売られてるよって感じです。リップルそんなに大きな動きはないんですが、50円割ってしまいました。49円台前半。まあ、49円もちょっと割ってしまう場面もありますが、そんなところです。リップルに関しては、ここいくらになってるんですか、このサポート、まあ、長期にわたるサポートになってますけど、46円半ばぐらいはとりあえず割らなければいいんじゃないかっていうことで思ってますんで、逆に言うと、下でそこまではあるっていうふうに考えちゃってるんですけどね。はい。というところではないでしょうか。で、リップル1時間足ですが、ちょっと、この夜中2時ぐらいの下落が同じように、ビットコインと同じようにあったんですけど、アルトコイン結構こんな感じになってますが、戻しきれてないんですよね。この下落の前から、下落の前の水準にこの辺ですか、50円、まあ、50円とか、まあ、49円後半に戻せてないっていうところが、ちょっと弱いところ。特にリップルは、その後、まあ、ちょっと戻したけど、やっぱり今の段階で下げてきて49円ちょっとっていう水準になってきてますんで、これはなかなか、ちょっと、形が悪いなっていう、そんな感じですね。まあ、勢い不足っていうのが如実に現れているリップルです。あんまり、ポイントになるところもないので、日足で見たところの、ちょこちょこつけてる安値、48円で、まあ、ここもそうですし、まあ、何度か48円台突っ込むと、一応戻っていくっていう
ところが続いてますんで、48円に入ってしまったら一旦戻るのかなっていう気はするんですが、それがちょっと一瞬戻るだけっていうことになるのかどうなのかわかんないですけどね。ちょっと重たそうなリップルです。続いてネム冷やしです。この三角持ち合いが継続しているよっていうところでありまして、今ちょっと下抜けているところになってます。その2時、夜中2時の下落のまま戻しきれずに、この持ち合い下抜けになります。下に離れたっていうところでちょっと重たさを感じさせるようになってしまったところです。1時間足でちょっとその状況を見ていきましょう。まあ、なかなかあーっていう感じなんですね。まあ、この辺手応えの下に下限にへばりついたところからちょっと追いつけなくなってきて、下に離れてしまいました。で、ここ一瞬そのサポートも割ってしまって戻しに行くんですけど、やっぱりこの急落に耐えられなくて離れてしまった。で、まあ、何度か今もう一度上に戻そうとしているところですね。ちょっとこのままもう一回いけるかどうかっていうところがちょっと試されているところであります。で、どうなんでしょうね。ちょっと仮想通貨独自の材料があったのかどうかまでは掴んでないんですが、結構ナスダックとの相関性がたまにあったりするんで、ちょっとその辺のハイテク株リスクオフみたいな流れを受けちゃったのかなっていう気がしてるんですけどね。なので例えば今夜ニューヨーク株堅調、まあファンク銘柄売られすぎだよねみたいなことで買われるんであれば、この辺の仮想通貨全体も戻ってくるかもしれない。で、そしてビットコインキャッシュの方ですね。キャッシュの方もちょっとサポート割れてしまったよっていうのが今のところです。ただ抵抗体はギリギリ、割れてません。下限のところで踏みとどまっているっていうところですね。ちょっと見にくいんですが、そんな水準になってます。もうちょっとだけ頑張ってサポートの上に戻そうよっていうところですね。なんとか戻してほしいな。そうするとだいぶキャッシュの方は、まだいいかな。そんな感じですかね。1時間足で見ていきましょう。1時間足で見ちゃうとちょっと重たいなっていう気がしてしまいますね。ここ抵抗体も下抜けてサポートラインも下抜けてガーンって下に離れた。で、戻そうとするんだけど、やっぱりこの抵抗体とサポートが今度レジスタンスになっちゃうんで、どうしてもここを上抜けようとすると跳ね返されているよっていうところがここの数時間の流れであります。なんとかもう一回挑戦できるかっていうところなんですけどね。ちょっと上からの、下押し圧力が強そうな感じでありますんで、これだからひょっとしたらですよ、そのマーケット全体のこのリスクオフみたいな感じを受けているってことであれば、例えば今日のお昼に日銀の政策決定会合があって、そこを無事通過みたいなことになると、日本株高、国内株高が海外株高に波及する可能性もありますん で、そこを受けて仮想通貨は戻っていくっていうシナリオもなくはないんじゃないかなっていうような気もしてます。で、モナコインですね。モナはまあずるずる下げてきちゃいるんですが、まだ持ち合いの中っていうところなんで、ひょっとしたらもうちょっとこのサポートを上に持ってこなきゃいけないのかもしれないですね。ちょっとこのヒゲのところに作ってますけど、本当はこのフライで見てあげた方がいいのかもしれないんですけどね。ちょっとまあ一応ここに今のところはしておきます。で、1時間足で見ていきますが、やっぱり下落してきて、で、まあ単純にやっぱりちょっと商い不足だと思うんですよね。ちょっと箱ぼれみたいな形のところも見えるし、で、陰線多いしっていうところなんで、もうまあちょっと買い出たらすぐも売りが出てみたいな形になってますんで、ちょっと単純に通貨として盛り上がらなさすぎっていうところだと思います。これちょっとモナコインとしては危機的状況っていうところなんじゃないかなと個人的には思ってますが、まあ、いずれにせよそれはそれで置いといて、で、抵抗体は一応下抜けっていう形になってます。で、上に行く材料があるんでしょうかっていうそんな格好ですよね今ね。で、ですので他の通貨につられて動くよっていうところはもちろんあるんだと思うので、もう本当にそんな
他の通貨との相関性っていう意味で期待するしかないのかなっていうのが今の状況で、あとはまあサポートはありますんで、ちょっとな長い目で見てですから、まあ、このサポートが下支えしてくれて、しっかり動くっていうことに期待するしかないというところですかね。あんまり商いのない株みたいな感じで、ちょっと、まあ、でもひょっとしたらなんか材料出ただけでポーンと急騰するかもしれないっていうところですかね、逆に言うとね。そんな本当にして株的な期待はひょっとしたらできるのかもしれません。で、一応エイダも見ておきますが、エイダも完全にちょっと下に離れてしまいましたんで、厳しいなっていう感じに見えてきております。そうすると、まあ、なんとかこう今抵抗体日足ベースですが、抵抗体で踏みとどまってますんで、ここをなんとか維持したい。ここを下に離れちゃうとちょっともう、また新しいサポートを探さなきゃいけないような形になってきますんで、あとここの、ダブルボトムの、山もちょっと下抜けてしまって、で、ここの抵抗体に阻まれてしまってっていうところで、ちょっと二重に重たい形になってます。で、1時間足で見ていきますと、ちょっとこんな形で、もう、1時間足ベースの抵抗体からもちょっと下に離れてしまってるんで、ドゥルン、ドゥルンって感じです。でも、多分、なんか、専業トレーダーの方、これでピュッて跳ね返ってくればダブルトップみたいな形で見る方も多分多いと思うんで、まあ、それは、そうだったらそれで、そういう風に見て買いっていう風に思ってもいいのかもしれないですけどね。ちょっとなんか戻せればいいなっていうところなんですが、どうですかね。ああ、まあ、でもそっか。ちょっと依然重たそうな感じかなっていうふうにちょっと思ってます、エイダは。だちょっとこの山、いくらですか ?0.15573。0.15 半ばぐらいまで戻ってこれれば、これエイダ、テザーですけど、ぐらいまで戻せれば、もう一回その倍返しとかっていうところまであるのかなと思いますんで、ね、そういう形が見えてきたらまた、ちょっと考えていきたいと思います。そういう意味で言うと、あとリスクですね、リスク冷やしですが、ちょっと何にも線出せないんで残念なんですが、まあ、このトリプルボトムを期待したいなっていう動きは継続なんですが、まあ、ちょっと下げてるねっていうところですね。もう底根圏に来ておりますんで、きっかけ待ちではあるんですけどね。ただそのきっかけの材料も特に、見出せないままで、ちょっとコインチェックのチャートなんで、これもやっぱりこれで飽きない少ないですよね。飽きない少ないっていうか、まあ販売所でしかちょっと制限があるからもうしょうがないんですけどね、というところですんで、ちょっとパッとしません。はい、というところですね。で、ちょっと、いろいろこの動画も、早く次のアップしてくれとかっていろいろな声をいただくんですけど、いつ配信するんだとかっていう声もいただくんですが、私は専業トレーダーじゃないので、この時間に上げるとかっていうところを決めることはできないんで、ちょっと申し訳ないんですけど、なんですね。なので間は時間を見つけてちょこちょこやってる感じですんで、ちょっとその辺は申し訳ないんですが、ご理解いただきたいなっていうところなんです。もうですね、そうなんです。まあ私みたいなクソみたいな人間はですね、ちゃんと実務の仕事をして人のために役に立つことをしなきゃいけないなって思ってるんで、ちょっと専業で、全然やるつもりは今のところないんですが、ないので、そういう形になってしまいますので、ご了承くださいというところですね。あと、今のうちにお伝えしておきますが、私は来週夏休みに入りますので、申し訳ないんですが、来週はまるっと配信できない形になりますので、一応、今週末には、その先1週間ぐらいの見通しはお伝えする動画を作っておこうかなと思いますので、そちらを見ていただければという形になろうかと思いますので、よろしくお願いします。